はい、皆さんおはようございます。食生活改善推進協議会の藤岡と申します。今日の事業報告をさせていただきます。で、これはですね、新生児もお出ししましたけれども、我々のスローガンです。はい、でこれは活動目標なんですけれども、まあ、ここに書かれましたように、健康寿命の延伸であるとか、あるいは食育の推進等が含まれております。はい、それでですね、我々はですね、それに基づきまして、この事業審査をさせていただきました。で、事業名はですね、食生活の改善による健康づくりということで、審査事業の概要というのは今お示しした内容のものです。で、ここではですね、子どもから高齢者まで食育というのを入れております。はい、審査会からね、このようなご指摘いただきました。それで、はい、回答いたしまして、この5つを主要な事業としまして、一応推進をいたしました。ではここを紹介いたします。まずですね、すいません、6月にですね、健康寿命を延ばそうということで、運動と学習というのを行いました。で、ですね、ここにありますように、ロコモティブシンドローム予防する食事とか、この辺の問題を保健センター会員の方から提起いたしました。で、運動の方はですね、今日おいでになっておられます水越さんに、モビリティトレーニングバンドを使った運動ということでご指導いただきました。はい、これその様子です。はい、で、勉強会に参加してということで、皆さんの感想ですけど、非常にいい内容で、感想の方も非常に良かったと思います。はい、はい、でですね、8月にですね、夏休みふれあい学校クッキングというのを行いました。で、ここにありますように、食育の5つの力とか、それからあと朝ごはんは元気のもとという話をした後、料理を行いました。で、この様子です、料理とね、それからですね、はい、保護者の方のご意見感想ですけれども、子どもさんと一緒に料理を作る時間ができてよかったというのが大体多くの方の感想です。はい、次に紹介するのが、健康祭りの時に行いました、ちょっと長いですが、働き世代のための生活習慣病予防スキルアップ講座です。で、これはですね、ここに、書きましたように、減塩とか野菜 350g 摂取の牛というのを使用に行いました。で、こういうテキストを使用しましてですね、行いましたけれども、大体野菜を1つ、5皿やっぱり食べようと、それから、ここですけれども、それからあと、まあ、書いておりませんけれども、1000歩も歩きましょうという、そういうふうなお話をしました。で、これが会場の場所と会場の様子です。はい、それで同じ健康祭りの時にですね、私たちはこのだしの良さということで、いろんな味噌汁を提供いたしました。で、大変ごめんなさい、たくさん来ていただきました。はい、それでですね、行動塾をして、いろいろ意見が出されたわけですけれども、なかなか面白い意見もありまして、毎日カップラーメンを食べているので、これを機に食生活を見直すとかね、そういうような意見がありました。はい、で11月にですね、生涯骨太クッキングというのを実施いたしました。これも、はい、テキストがあります。このような格好でテキストでやりました。で、ここではですね、タンパクの摂取の重要性、それからカルシウムの摂取ですね、それからそのカルシウムをですね、実際に定着させるためにビタミン D とか K が必要ですので、それの説明も行いました。はい、で、これが当店提供した食事で、ここでね、注目していただきたいのは、カルシウムが554mg になってるんですけど、カルシウムの目標というのが大体650ぐらいですので、だからこれでほとんど取れるという、そういうふうな内容のものを提供いたしました。はい、というか12月にはですね、食と健康を考えませんかということで、勉強会を行いました。で、前にですね、保健センターをおられました管理栄養士の沼田先生、
からですね、ヘルスリテラシーという問題で、いろんな健康情報をですね、実際に理解していく力を持ちましょうということと、それから私一応そういう資格持っておりますので、それに基づいて保健機能食品とは何かとか、それから健康食品、いわゆる健康食品というのがありますけど、それの問題点をお話しいたしました。で、それが会場の様子です。はい、でですね、ここもいろいろ感想をいただきました。はい、で、これが30年度の当会の全部の活動まとめです。で、活動をやる前にどういうふうにやっているかといいますと、最初内容を決定いたしました。その前に、会員数、これまあ64名になってますけれども、実際の会員は24名で、これは参加、それぞれ参加した数ですので、で、こういう内容を決定して試作をして、で、献立研修をやって反省とやってからやるという、そういうのは十分な検討を行いながらやっております。はい、で、最後になりましたけれども、一応先ほどからお見せしましたようないろんな感想をいただきましたので、それを元にしてですね、今後飛躍を遂げたいというふうに考えておりますけれども、ただ今回のですね、提案した中でですね、この基本のある食生活というのが対象とから外されているというのがあるわけですね。私どもはこれが一番基本であるというふうに考えておりますので、その点内藤よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大阪狭山市食生活改善推進協議会の、報告ありがとうございました。それでは、みそて委員様、はい、ご発表ありがとうございました。ちょっと着座のまま失礼いたします。補助金を非常に有効に活用していただいて、子どもから高齢者に至るまで食と健康に関する啓発活動をずっと続けていてくださって大変ありがたいんですけれども、2つほどせっかくですので事業報告に対して質問をさせていただきたいと思います。はい、で1つ目なんですけれども、今回だから一般の参加者をたくさん集めるためにさまざまな企画をしていただいたということで大変良かったんですけれども、提供する側のいわゆる会員さんですよね。でこれが今までも少し課題だったかと思うんですけど、割と固定した会員さんで運用されている感じがするんですけれども、ここの会員を増やすために今後その新規の会員さんを増やしていくためにどんな工夫を考えておられるかというのが1点、それから今回、当補助金に関しましては5年目の完成年度になってしまいますので、これはもう定まりの質問なんですが、今後のその財務上の運営に関して大丈夫なのかと、どういうふうに担保していかれるおつもりなのかという、この2点、回答いただけますと幸いでございます。1点目の問題ですけれども、これは2年に1回保健センターの方で、そういう推進の講座というのがありますので、そこの講座を受けられた方にですね、働きかけていろいろご説明をして、で、入っていただくようにということで進めております。2点目ですけれども、これはまた内部努力するとともにですね、ボランティア関係の費用の申請とかそういうふうなことを考えております。で詳しくどうでしたか、会長ちょっと申し上げる追加でありましたら、推進員のですね、研修の方には会長が出ましてですね、実際に説明をこの間も行いました。で新たに何人か入っていただくということになりましたけれども、ただいろいろ家庭の事情とかでまた辞められる方も多いので、今度若干減る価格になります。で2年前はかなり増えたんです。そういうような繰り返しになっております。で男性は私としかおりませんので、ぜひ男性の方もね、推進員の講座を受けられる方おられるんですけど入られないということがありますので、もしお知り合いの方ありまして、で、だから来年はないんですけど、その次またありますので、ご紹介いただきましたということでお願いいたします。ありがとうございます。大変いい活動でいらっしゃるっていうのは我々の委員会でも一致して思っているところですので、ぜひ会の存続に向けてですね、今おっしゃったような努力をしていただきたいですし、市民の皆様の応援もしていただきたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。他に、ご質問ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがなものでしょうか。じゃあ
今回スライドちょっと時間多くて申し訳ありませんでした。一応お配りしましたけど、説明の方もそういうことでちょっと急がせていただきまして申し訳ございませんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。